この度、えっちゃん引っ越しましたということで、新居です。もうね、めちゃくちゃ可愛い、これ合成かなぐらいになってると思うんですが、私ですね、まあいろいろありまして、先日あの離婚してから初めて住んだお家の方をですね、お祓いしてもらったりとかいろいろしてもらったんですけど、まあやっぱりね、新規一転したいなと思っていたところで、たまったまそのね直後にあの申し込んでた物件が通りまして、無事に1週間ちょっとで、ものの2週間ぐらいかな、はい、またまた2週間でバタバタっと引っ越し完了しました。ありがとうございます。正直もう怒涛の引っ越しだったんで、もうあの前の家のね、あの電気とかガスとかネットとかまだ止めれてないし、この家のネットもまだ繋がってないという状況なんですけど、まあね、まずは前の家こんな感じになっております、今。はい、ということでこの度引っ越すことになりまして、前のこちらのお家にお別れを告げたいと思います。もう電気も取り外してしまったんでね、お昼なのに薄暗いですけど、物がないとこんなに声響くんだね。なんか改めて家って不思議だなって思う。はい、こっちのね、動画内では一生見ることがなかったであろう、いや一番最初のね、お家紹介だけ映したかな、ルームツアーで。ここね、趣味部屋という名の物置部屋ですね。はい、もう真っ暗です。窓一つない部屋だったんですけど、ここはね、無事に物置部屋と化してました。でね、こちらキッチンの方なんですけど、悪霊退散っていう感じでね、ここにね生首がいましたって話なんですけど、今はねすっきりですね。はい、でね、こちらね、あ、ちょっと今日オフな姿なのバレバレですね、メガネですっぴんなんですけど、はい、こんな感じでですね、何もないです。ここのあの浴室とかね、この洗面台とか、ここのあたりはね、いろんな動画に映ってたと思います。そしてこちらね、私の寝室ですね。寝室もね、結構ルーティン動画で映ってたかな。ここがね、ウォークインクローゼットでした。はい、こんな感じなんですけど、いやー広い家でしたね。壁紙もね、 DIY してピンクにしたのが懐かしいです。実はこんな白かったんだね。ちなみに次の家はですね、この家の広さ2倍です。ということで早速部屋を見ていきましょう。はい、こちらまず玄関です。はい、こんな感じですね。全身鏡があったりとか、もうね、シューズの収納がすごいって感じで、でね、謎のねカウンターがあるんで、ここにはこんな感じでお気に入りのオブジェやもろもろを置いております。すでにさ、もうさ、玄関から結構広いわけよ。でね、こんな感じで、はい、玄関があって、入ってすぐこちらトイレですね。トイレはですね、まだ完成してないんですが、前回のねものとかを同じようなものを置いてます。正直収納が足りてないんで、新しいのここに買っておきたいなと思って、一旦ありものを置いてるんで、ちょっと不思議な空間が生まれてます。そしてこちら、じゃん、あー映さないでー。はい、実はね、あのこちらも収納足りてなくてね、まだかなり散らかった状態なんですけど、はい、洗面台、洗面台はですね、あのこんな感じになっております。でもね、下には収納があるんで、ギリギリ収まった感じ。さあ、そのままお風呂へ行きましょう。お風呂、お風呂もいいですね、広いし綺麗。こんな感じで、もうね、贅沢なくらい広いですね。はい、こちらがお風呂です。もうね、前の家と遜色ないです。なんならね、広いんで。ではでは続いてリビングですが、ここがやばいのよ。じゃじゃーん、え、まだわかんない、こちらですね、入ります。じゃーん、リビングなんと26畳、やばい広さですね。ほんと昨日引っ越したてなんで、まだね家具がね、ここね、ダイニングテーブルを置く予定なんですけど、置かれてなかったりとか、カーテンも間に合ってないんですけど、なんで今モザイクになってると思います。
なんといってもね、リビングがね26畳とめちゃくちゃ広いんで、あちら側ね基本的に撮影のメインの、セットにしようと思って、前の家からね持ってきた家具がほとんどなんですが、かなりいい感じの部屋に仕上がったんじゃないでしょうか。めっちゃスタジオっぽくない？きっとね今後はね撮影の風景はこんな感じになると思います。なんかねクッションとかオレンジにしただけでだいぶ印象が変わったんじゃないでしょうか。今度からねここに座って撮影しようかなって、今までぬいぐるみに占拠されてたんですが、ちょっとより大人な感じのお部屋になった気がします。オレンジのね元からこういう壁紙になってたんで、そこがね気に入りました。だいぶ今回はオレンジを基調とした部屋にしていきたいなと思って、こんな感じで家具を揃えております。まだね全然家具揃ってないんだけど、でちょっとねこっちもまだ完成してないんですが、配信用のパソコンですね。これでいつも生放送とかしてます。はい、そしてねそのパソコンの後ろ、こちらは何が入ってるかっていうと、マーダーミステリーとかね、ポケモンカードとかめちゃくちゃ入っています。まあ趣味のものですね。後々ここにダイニングテーブルを置いて、みんなでねポケカだったりボードゲームできるようにしたいなーなんて思ってます。あと3部屋あります。なんとリビング26畳、全体120平米の 3LDK。 一人で住むには広すぎる。続いての部屋、こちらの部屋なんですが、こちらはちょっとモザイクにしたいと思います。服が大量にあるよっていうことだけ伝えたいんですけど、まだ開けられてない段ボールがあったり、カーテンがついてなかったり、この家収納がね少ないんで、この部屋が収納になりますね。これは大変です。まあね、まだ引っ越しして12時間しか経ってないから、こっからなんとかしよう、こんな現実もあります。そして次の部屋がこちら。はい、ここもねまだまだ全然片付いてないんですけど、一応ね仕事部屋になる予定です。とりあえず現状詰め込んだだけになってますが、でちなみにねこちらのね棚には、はい、こんな感じでコレクションしているものとかね、もろもろ飾ってみました。もらい物が多いです。まあもうこれ以上飾れないかなっていう感じなんだけど、主にイニシャル D とか、バキとかシティハンターとか私の好きなねものが飾ってあります。そしてこちら、はい、寝室ですね。寝室も結構広いんですが、配置が困ってます。棚もね使い切れないくらいあるんで、こっちはこっちで前までソファーにいたぬいぐるみとか詰めてますが、悩みどころですね。冬用の掛け布団しかない、色が合ってないですね。まあ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 寝室ですね。まあ鏡台とかがねようやく使えるようになるかな。さあ戻ってきまして、キッチンなんですが、キッチンもねまだちょっと完成はしてないです。こちらじゃじゃーん、赤いキッチンです。ここもねまだまだ完成しきってないんですけど、収納がねキッチンはすごく多いんで、前ねしまいきれなかったものとかも全部入りました。お酒のねこのグラスなんかがねこの前まで入ってなくて、シンクのね上とかこういうところに乗ってたんですけど、それも綺麗にしまえるようになりました。またねゴミ箱なんかもねキッチン側に置けるようになったんで、かなりねキッチンはキッチンで独立できるようになりました。まあ外から見えないようになってるんで、かなり料理しやすいですね。はい、ということでルームツアーだったんですけど、めちゃくちゃいい家に無事引っ越せました。何より外の光が入るんで気持ちがね朝から明るい。まあ、この家、まあ、めちゃくちゃでかいし綺麗だし、さぞお高いんでしょうとかいろいろ思ってるかもしれませんが、実はですねめちゃくちゃ築年数がいっててリノベ物件なので、前住んでた家より3万円以上安くなってます。超嬉しい。なので今後はねここのスタジオで、撮影などしていって、まあね、なんで引っ越したかの理由は本当に以前ねお祓いした時もそうなんですけど、最近お母さんがショートの編集やってくれたりとか、
いろいろね顔出しに来てくれたりとか、まあ、友達とお家で遊ぶことも増えたりとか、コラボ撮影とかね増えたり、いろいろ家で打ち合わせしたりとかね、お仕事面でも、家族との関係とでもね、もちろんお家にいることがちょっと増えたので、こんなにねちょっと持て余したぐらいの家に引っ越してみました。でもね、お母さんとしかも泊まることが増えたので、まあほぼ二人暮らしみたいな感じにはなるのかな。ひーちゃんがいなくなって寂しいって気持ちだったので、あのちょっと薄暗いお家だと気に入ってはいたんだけど、気持ちが暗くなっちゃうので、気持ちが明るくなるようなお家に引っ越してみました。ルームツアーどうだったでしょうか。実際前の家で使ってたアイテムがねほとんどなんですけど、本当にアクセントクロス一つでこんなにイメージが変わるんだって思うと、家の DIY とかしたくなりませんか。私ね、前回ピンクの壁紙のお家だったんですけど、やっぱね壁紙とクッションの色をオレンジにするだけでね、だいぶイメージが変わったと思います。今回のえっちゃんのお家、いい感じだなと思ったり、安くなってこんなお家住めるのって思った方は、ぜひね、物件って本当に運命なんだなってめっちゃ思ったんで、暇な時とかやっぱね、スーモとかはね、ホームズとかめっちゃ見てたんですけど、やっぱそういうの大事だなって思ったんで、引っ越し考えてる人はね、やっぱ運命を探しに妥協せずに行くといいと思います。こちらのね、カーペット、ソファー、テーブル、棚なんかはローヤさんで、クッションなんかはね、シーインで買ってます。偽物の観葉植物なんかもね、中古の雑貨屋さんで買ったりとかしてるんで、全然ね、安いんですよ。で、このね、間接照明みたいなのも何で買ったかな、ネットで買って1万円しないぐらいの値段で買えたんで、やっぱね何を置くかでかなり部屋の印象変わると思うので、部屋の DIY みんなもしてみてください。それではえっちゃん引っ越しおめでとう。今回は冷凍通ってないといいね。えっちゃんこっから明るくなれると思うよ。もしかしてこの家に同棲する人とかいるかもいなかったりかもいたりしたらいいな、むしろ行きたいですっていう人はコメントよろしくお願いします。ではみんなまたねー。